あ、撮ってるわね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。じゃあ読書会を始めます。はい、お願いします。今日のテーマは、テーマっていうか、本なんて名前だっけ。まあ、エクスプローリング、あれ違うわ。エクスプローリングリーダーシップ。エクスプローリングリーダーシップに関する、カレッジ・スチューデンツ・フー・ウォント・トゥ・メイク・ア・ディファレンスです。なるほど。なるほど。はい。それじゃあ今日というか、うん、印象のこととかありましょうか。あるですか。はい、いいですか。えい、よ。第1章の、第1章のリーダーシップ入門のとこね、の、基盤となる概念。どこだ。結構序盤だよね。序盤の方。1章の。ああるね、あるね。基盤となる概念でさ、そのさ数字あるじゃん、12345とかって、はいはい、そこの5番、これだ。リーダーシップの質とスキルは学び高めることができる。今日のリーダーは育てられるものであり生まれつきではありません。リーダーシップの効果性は自己への気づき、自己理解、そして他者を理解することから始まります。自己の核となる価値と強みを認識し、それらを自己のリーダーシップにおいて最大化することがリーダーシップ開発における構成要素の鍵となりますっていうところで、なんかここって質問会議とかでそのリーダーシップ目標とかを決めるっていうのに少し似てるのかなと思って、その質問会議って、その質問会議の中で自分のまあここの引用するとか核となる価値とか強みっていうのを意識しながら、それに関するリーダーシップを発揮することを、まあ、宣言するっていうか目標として言うじゃん、うん、でそれを会議を通してリーダーシップっていうものを自分のものを強めて、で学習とかを最大化するプロセスみたいな。でこれを見てるとそれすごく似てるなって思って、まあ、やっぱり質問会議っていうのはリーダーシップの質とスキルを高めるにはやっぱりもってこいなのかなっていうことを再確認しました。自分でリーダーシップを宣言してやるので、うん、そう質を高めることができるみたいな。あ、そのツールとしてってこと、うんうん、開発として質問会議がいいよみたいな、うん、はい、ここ行こう。はい、私印象残ったところというか質問なんだけど、いい？えい結構早い。この一章の、はい、あんな、そう、なんかこの図が書いてあるとこ、あフォーカスビルキャパビリティ、お腹の方、そう、あ、違った、ちょっと後ろ目から半分のあった、ないないない、後ろもここよ、はい、でその4行目のこのなんだろう、少し離れてるところなんだけど、うん、ここの意味がちょっと分かりづらくて、なんか全ての答えを持ち消極的なって最初のところはいいんだけど、この途中から、うん、そう、ね、そう、自らの経験と成功を通して熟知してリーダーが求められます、これは逆説です、効果的なリーダーを自彼ら自身の経験から自己の経験に頼らないことを学び、他者の経験や創造的エネルギーを利用しながら自ら培ったノウハウを活用する、うん、って書いてあって、うん、自らの経験を成功を通して熟知しているリーダーが求められるけど、いや、リーダーが求められるのは間違いっていうか違うよ、逆説って違うよ。あ、そっかそっかそっか、これは逆説っていうのはこの前の文を否定してるってことか、うん、うん、そうだと思う。不協定は確かに自然においてかっこいい、これは逆説ですってさ、ゆか的にはこれは逆説ですの使い方がよく分かんなかった的な、うん、そう、うん、それだったら違うことなら間違いですとか、違ってます、あ、これは違います、うん、本当に効果的なリーダーはみたいな、うん、ここがいいかなと思ったんだけど、確かに、あ、これは逆説ですっていう否定の仕方はあんまないからね。そうだね、ないよね、難しい。これは、まあ、間違いですとは言えないんじゃないかな、でも、あんまりズバッと間違いですとは言えないから、そう、ここで言いたいのってさ、要は自分の力よりも他者の力とか経験っていうのを生かすのがリーダーって、効果的なリーダーって言いたいんだよね。そうだね。
そうだね。で、その前、その逆説の前では自分の経験と成功を通して、まあ、力を発揮するリーダーが、求められているよっていうのを言ってて、でも筆者が言いたいのは他者の力を利用するのがいいリーダーシップっていうことを言いたい。で、多分これら全く真逆だから間に逆説ですみたいな。逆説ってことだな。逆説か。この本、それの全体的な感想なんだけど、すげえ経営学部チックで、コミットメントとかさ、確かに分かんない。何しろと大学生、いや俺たちはいいけど分かるから。確かにまだね。英語表記をそのままカタカナ にするのは多分多かったね。なんか結構あったよ、うん、コミットとかさ、いや分かるけど俺たちは貢献って、うんうん、パラダイム、そうパラダイム、うん、パラダイムね。パラダイム出てきすぎだし、ね、なんか起きたのか、まあ、パラダイムなんかパラダイムなんかもよく分かんないし、うん、なんかスキルじゃないや、タスク、うん、課題って言ってるとこもあるし、タスクって言ってるとこもあるし、うんうんうん、一貫してないやん。課題とタスク一緒やんか。だったら課題で統一したりとかっていうのが絶対分かりやすいなとは思う、うん、イコールでいいんだよね、こんなの。そうですね、そうね。全体的にカタカナのことが多いから、うん、読みにくいかったのはある、うん、そんな感じかな。文句というか、文句でもない。文句改善点。物申し改善点。日本人向けに改善点。早くしたらこうなっちゃう。そうなるよね。ダイマさんどうすか。はい、2パターンあんの。違う、これは3章だ。あ、3章だ。3章のホームページ見えた。あ、でもこれ全然書いてある。3章だけあるの。3章何ページ目。3章の8ページ目、うん、ってことは16ページ目。一方、社会的ビジョンはみたいなこと。そうそう、あるかな。あ、ごめん、8ページ目、ね、その大したことじゃないんだけど、うん、印象に残ったのはなんかその8ページの真ん中らへんの本当のリーダーは、うん、他の人たちに自分のビジョンを押し付けません。彼らは共有されたビジョンに他のメンバーを誘導しますところで、でここが印象に残って、これはなんか、なんだろう、ビジョンをさ、なんか目標共有みたいな、うん、あって、目標を決める、今まではなんか目標を決めることだけが大切だと思ってたんだけど、うん、なんかこれ読んだら、うん、なんか一人で決めるんじゃなくて、なんだろう、目標、うん、ビジョンもちゃんと一人で考えてするって言ったら、決めないで他のメンバーと決めた上 でそれを誘導させるっていう、つまりなんだろう、共有されて、頑張れ頑張れ。だから、まあ、ビジョンをみんなで決めるだけじゃなくて、でみんな全員がそれをね、それをなんか誘導させるように努力することが大切なんだなって、決めることだけじゃなくて、目標を決めることだけじゃなくて、だから今後はなんかその目的決めるとき、目標みたいな決めるときがあったら、ちゃんとみんなで、うん、ただ決めるだけじゃなくて、そうそうそう、みんなで共有できるように、うん、リーダーシップチャレンジの時にさ、うん、いいリーダーの条件として自分のビジョンをバンと出すみたいな、うん、あったじゃん。あった。あれはどうなっちゃうんだろうなと思って、これ、うん、本当のリーダーって、まあ、押し付けない、ね、押し付けない、押し付けないのラインが難しいよね。確かに、あれも提示するだけで別に押し付けているわけじゃないのかもしれない、うん、全体のビジョンになればいいってことで、うん、なんか、自分のビジョンに引き込むべきな、そうだな、巻き込むとかな、押し付けるんじゃなくて誘導するんだって、なるほどね、うん、そんな感じ、どうよ、他
まあ、5時なら。5時はいっぱいある、確かに。5時はいっぱいあるし、肩書きが多いからもう本当に。5時とかでもこれからもう一回見直して。まあ、ちなみにエンパワーメントって何？エンパワーメント拡大か、なんかこう、元気づけるみたいな感じ。エンパワーメント、なんだろう、俺エンパワーメントは、なんかいろいろ意味あった気がするけど、うん、なんか一番メジャーだったのは、協力するみたいな感じだった気がするのか分かんない。それ文脈によって変わると思う。これ抜けるか。はい、じゃあお疲れ様です。